ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。私は3年ぐらい前からですかね、日本が非常に停滞してきて、経済も停滞し、技術も停滞して、私の人生は良かったんですが、子供たちにこんなダメになった日本でね、人生を送るというのは残念だなと思っておりまして、その理由も随分考えてきました。で、いろいろな理由があるんですね、もちろん。自民党とかそういうのは悪かったり、経済界は悪かったり、外資を入れたりっていろいろあるんですが、最近私ね、これはね、小さい嘘の蔓延じゃないかと思ってきたんですね。それで今日は最初に石油枯渇、石油ショックですね。これは朝日新聞とか NHK は分かってたんじゃないかと思うんですよ。これがトリックであるってことが1972年に。いずれにしてもそれは1988年か2000年には気がついてたこと。それをこう訂正報道もしないし、それからこれは NHK や朝日新聞だけではないですね。学者もそうだし、政府もそうだし、一切自分が過去に言った間違いを訂正しなくなったということですね。これがある意味では現在なんか監視社会みたいになってる原因を作ってるのかもしれません。で、今日はそれの第4回ですね。少なくとも温暖化が出てきた時には石油枯渇が分かってたはずだ。この相反することをですね、主に報道したのはやっぱり NHK と朝日新聞だったんですよね。相反することを。で、これはNHK と朝日新聞ばかりじゃなくてですね、我々の仲間もですね、学者の人も、それまで寒冷化と言ってた人が温暖化って激しく言うようになりましたね。だからこれは嘘をつく人っていうか、嘘をつくような雰囲気にある団体っていうんですかね。そういうことに根ざしてんじゃないかと思うんですね。例えば1988年にアメリカで温暖化騒動が起きた。これ6月の23日かなんかですね。アメリカの上院の公聴会なんですよ。で、続いてその年に国連に IPCC っていう温暖化のパネルができたわけですね。この頃、今随分いろいろ地球は温暖化するんだって叫んでる人のうちの半分ぐらいはですね、この1988年の IPCC の設立以来、温暖化する、温暖化するっつって、いろいろ解説したり、このネットなんかでも、温暖化する、温暖化するって言ってる人が多いんですけど、その人たちは、石油枯渇と温暖化が相反することだと、いうことはもう十分に知っておられるんですよ、実は。これは NHK も朝日新聞も十分に知ってると思うんですね。それは初歩的な知識があればわかるわけですから。ということは、石油枯渇を報道した、個人とか団体はですね、温暖化の報道をするときに、報道とか解説とかするときね、これは私、マスコミばかりが悪いっていうか、もちろん NHK とか朝日新聞が先頭を切って、石油ショックのときには、もう石油ショックだ、大変だ、大変だ、もう石油は30年でなくなる、30年でなくなるって、ものすごい繰り返して、日本人をショックに陥れて、物価も上がり、生活も困るっていうような状態になり、私なんかもその被害を受けて、被害っていうか、私は大学も出て、途端でしたけどね。原子力に僕も舵を切っちゃったわけですよ。そういう人がいっぱいいると思うんですね。で、その人たちとか、その学者とかね、評論家、口を揃えて、これから石油がなくなる、化石燃料なくなる、炭素源がなくなるって言ってた人がですね、炭素源は大切だって言ってた人が、もうそれから16年経った1988年に温暖化のことが出てくると、今度温暖化に乗って報道したり解説したりするっていうのは僕はどうしてもわかりません。NHK を批判するんじゃない。朝日新聞を批判するんじゃないと言ってもですよ。私日本人ですからね。舌の根も乾かぬうちにっていう感じなんですが、石油がなくなれば温暖化しませんからね。だって炭素源はないんですから。その人たちがあれだけ炭素が大切だ、炭素が大切だ、炭素がなくなるから大変だっつって、主婦がトイレットペーパーを買い漁るぐらいまで脅した人たちが、低炭素つってるんですからね。いやもうちょっと考えられないですよ、僕はね。心の中が考えられないですよ。だから、僕が考えられないのは僕の理解力が少ないんであれば、どうしたらいいんでしょうかね。つまり、その人たちに直接聞いたらいいんでしょうかね。私が参議院議員選挙に立った時に、私の悪口を猛烈にネットで書いた人がいるんですよ。その人は参議院議員選挙が終わったらパタッとなくなりました。
だからこれも江戸の敵は長崎なんですよね。温暖化とか石油ショックとかリサイクルが意見が違うならそこで私と議論するのはいいけど、いや武田を議員にしちゃいけないっつって全力で毎日毎日ネットに書いて、あいつはダメな人間だダメな人間だと言って、参議院議員選挙が終わったらすぐ辞めるということはですね、ちょっと民主主義にも反するじゃないですかね。だそういう人たちの心の中を僕覗いてみたいですね。せめてお願いしたいのはですね、日本のために、私たちの子供のためにお願いしたいのは、そういう人たちにお願いしたいのは、今からでも事情を明らかにしてほしいんです。訂正報道すべきだと思った人は、訂正報道は必ずすべきでしょうね。訂正発言っていうのは相反しますから、石油枯渇と温暖化が相反しますからね。炭素というものを通じて、石油枯渇の炭素がなくなる話で困るという話、炭素がなくなるから困るという話で、それから温暖化って炭素が多いから困るって話ですから、だから180度真逆なんですからね。それは一般の個人を騙すことはできますけどね、 NHK とか朝日新聞のように報道にリードを取る、特に NHK は国民から受信料をもらってますからね、やっぱり僕は国民騙しちゃダメだと思いますよ。だからせめて今からでもいいですから、どんなに言い訳じみててもいいですから、やはり日本人としての誠意を示してもらいたいと思いますね。なんと言うんでしょうかね、こういうの。まあ日本の社会がこの完全に相反すること、まあ、ちょうど私こういうのを言いますとね、やっぱり裸の王様とかね、軍毛象を撫でるみたいなことを思い出しますね。いや裸の王様が一番近いですかね、あれアンデルセンでしたかね、違ったかもしれない、イソップだったな、イソップじゃないの、あれは物語ですからね。だってみんなが王様が綺麗なドレスを着てるからつって裸の王様が街を練り歩いても誰一人としてそれが裸だという勇気を持たない、まあ、そのことは今から数世紀前のヨーロッパでもそうだったわけですからね。ですからまあ現代の日本が誰でも分かってること、誰でも王様は裸なんだなと思いながら、誰でもが王様が裸だと言い出せない、むしろその王様は裸だと言った人をバッシングすると、まあいう風な社会っていうのは、なんか私人生でそういう日本の中で死んでいくのが残念ですね。まあ今から生まれる子供たちもかわいそうですよ。やっぱり子供は純粋な心を持ってますから、お父さん石油枯渇をするとかいうのと温暖化って全く別のことだけど、両方ともそれでいいの？ NHK はどっちなの？石油がなくなるときは石油がなくなる、石油がなくなるって猛烈言った。しかしその時に NHK なんかが参考にしてたメドウスの本には違うことが書いてあるわけですからね。朝日新聞はもっと、まあ朝日新聞っていうのはやっぱりそういう見地から言ったら、また再び言えば立ちが悪いっていうぐらいですね。もちろんその韓国の慰安婦問題以外にもね、石油が枯渇するときはものすごくキャンペーンを打ちましたよ。それで温暖化するときはもう東京が海水面が5メートル上がって首都がね筑波に移動しなきゃあんないから始まって、あらゆる宣伝をしましたね。それから原発、福島原発事故の時の朝日新聞にはびっくりしましたよ。それまで朝日新聞はもう原発といえばどんなに小さい事故でもでっかく報道して、原発は危険だ原発は危険だって言って報道を続けた朝日新聞がですよ、まあ、当然朝日新聞だから当然だと言えないこともないけど、原発事故が起こったら原発の放射能なんて危なくないっていうコラムを書くぐらいですから、僕朝日新聞の人の心の中って分かりませんね。どういう心を持ってるかが分からない。まあ、ぜひこのひばりクラブの人でいろんな全国に行きますとひばりクラブの人にお会いするんで、なんであんな風にコロコロ変われるのか、それでその人が街を歩けるのか、ちょっとね僕は理解できませんね。小さい嘘っていうのはなんで小さいっていう名前つけてるかって言ったら、言い訳のできる嘘っていうことなんですね。嘘は嘘であることは分かってるんだが言い訳ができる、この時代が日本をダメにしたんでしょうね。私はそういうふうに思います。